どうもフリッチです。さあ今回もプラネタリアナギャレーションやっていきたいと思いますよ。さあ前回ね、圧倒的な準備に対する軽めの攻撃でね、ちょっと全然費用対時間がおかしな配分になりましたが、ちょっと今回はある程度速攻も兼ねながらの攻撃でいきたいですね。まあ、なんか思ったほうが戦車の数台で勝てるっていう軽さがあったので、ね、今回4個候補がある。おっ、いいね、もうダース・ベイダーみたいな。2位じゃない、これ2から展開しようぜ、これ。案外地球部隊でやってみたいね、これ。逆に面白そうなんで、それはそれでね。さあ毎回、私たちは空軍がいないという中、敵は空軍を持っている、そういうちょっとずるさもありますね。もしね、敵陸軍のみならもう空軍をひたすら送れば勝てますからね。別に、まあ、対策はするでしょうけども、それを超えるような力があるのでね、彼らに。さあまず取りたいところに送りましょう。ロボット、まあ、前回と同じく大量にロボットを作るっていう戦法でいきましょうか。これ一人で作ると非常に時間がかかるのでね、まあ、複数のロボットで一気に作ると手伝ってください。2機をここに使いましょう。じゃあこいつらを手伝いにすれば速攻でどんどん作れるんじゃないかな。3個ですよな。結構早くなりましたが、4個手伝いにする。まず要塞にして敵の出方を見ましょうというか、敵の基地を見ましょうかね。もう上位バージョン作ろうかな。エネルギーが足りてない。ちょっとエネルギーを置いて、完全にマイナスなんでね、今。まあ、全体的に時間かかりますね。よし、エナジー来ましたよ。プラスになりました。まあ、作ってないんでね、今何も。作ればこうなると。お、2K。空軍対策もこれで十分かなと思いますね。これで一応歩兵対策しときましょうかね。各入り口に1個あれば止められるんじゃないかな。
で、ここを一旦送ってみましょう。まず戦闘用のを送ってみて状況を確認し、そこから建設用のユニットを送って制圧という形でいこうかな。あいつらじゃ勝てないのでね、乗り込むのもまあ無駄といえば無駄なんですけど。ん、いませんね、何も。よし、ここもどんどんエネルギー置いてったろ。暇があればエネルギーみたいなね。よし、ちょっと偵察しましょうか、そろそろ。うん、中に作るの無理だね、狭すぎて。前は深刻なエネルギー不足に陥ったので前半のうちにどんどん作りましょう。敵の位置はまだ分かっていないと。お、撃ってきたぞ相手。ここだな。じゃあインスフィシェンメロン、厄介だな。我が軍が反撃しないとでも思っているのか。今回の相手ガチだということが今分かったので、ならばちょっと速攻で軍を送りましょう。潰さなければならない。一旦エネルギー切れたな。相手あれあるのか、ずるいな。結構それは厳しいよ。来た来た来た。なかなか近寄れないな。あ、エネルギーが完全に尽きる。止めれた止めれた止めれた。焼け焼け、焼いたれ焼いたれの。このアリは何でしょうね。無抵抗ですよ。あ、爆発した爆発した。自爆だ自爆。自爆ユニットいる。いったれ、かましたれかましたれと思う。あ、これ見たことあるな。なら早っ。めっちゃ早いやんね。弱いし。アリはどれですかね。早すぎて分かんない。
ロボットなんだね。総力を分けて作ってるんだが、なかなか時間かかりますね、これ。作りすぎだな。今回なんか相手強いですね。まずはここを早急に作りたい。エネルギーが絶望的だ。見たこともないマイナスだな。どんどんここに対する人数を増やしていこう。よし、エネルギーはだいぶ上向きましたね。この2機はまあお手伝いというか、お手伝いですね。でもまあまだかかるな。相手なんか遠距離砲があるんで、僕が前対応したね、それがなかなかネックじゃないかな。あれ壁作っても意味ないと思うんで、だいぶ押し込んだね。とりあえず片っ端から作るか。で、お手伝いさせよう。手伝え。無理か。何になるんだろう。リペアか。アシストか。違うな。壊れた。もう一回壊れた方が早いわ。よし。あとはもう戦闘用ユニットで。押し込んでやろう。早い。さすが。
裏側取りに行くか。もうちょっと近く、あ、ここいいね、ここがっつり取れそうだ。相手のなんか、あ、勝ってる勝ってる。やっぱこの戦車強いですね。いないけど、クソ適当に攻めていただけど、さあ一応これ見よ、スタッツ毎回。ああ、最初の伸びがあまりにも違いすぎましたね。さあ何が出るかなと。何これ、データバンク、ああプラスのか、増えるんだ最初の場所何もないのか。さあじゃあまあまあまあ、また次回お会いしましょう